皆さんこんにちは、鉄坊でございます。いつも暇坊主チャンネルご覧くださいましてありがとうございます。さて、本日のお話はJR 東日本の、大規模システム障害のお話でございます。ニュースにも出てるんですけれど、ただ関東圏にお住まい、関東圏というか東日本エリアですね、東日本とか北海道とかお住まいじゃない方はこの件自体をご存知なかった方もたくさんいらっしゃるのではないかと思います。で、これ、何が起きたかというと、一つずつちょっと順を追って説明をしていきますと、6月24日ですから、先週の土曜日か土曜日の夜中、0時37分にシステム障害が発生をしております。で、私ねこれはちょうどスイカの長野までこうスイカエリアが拡大するっていう動画を 2,3 日前に出したんですけれども、その動画をちょうど作るときにいろいろともう一回この JR 東日本が出している、オフィシャルのプレスリリースであるとか、スイカエリアがちょっと最新のものをちょっと情報をもう一度確認しておかなきゃいけないと思って、それで JR 東日本のウェブサイトをアクセスしようとしたら繋がらなかったんですよ。で、これなんか障害が起きてんなというのは、気づいてたんですけれども、その時はホームページにアクセスできない、私はこちらカナダに住んでますのでモバイルスイカとか使ってませんし、ホームページのアクセス以外のことについては知る由もなかったんですが、後で報道を見るとかなりこれ大規模だったということで、0時37分にシステム障害が発生して、その時点でJR 東日本のホームページすべてアクセスができなくなったと。で、そしてビューカードの決済ですね、これは街中の普通の店でビューカードを使う分には問題がなかったんですけれども、緑の窓口とか緑の券売機とかいわゆる JR 東日本がやっているところ、駅中とかもそうだったらしいんですけれども、そういったところでのクレジット決済もできなくなっていたと。で、そして、モバイルスイカアプリの利用ができなかったということですね、入金のチャージもできなければ定期券スイカグリーン券の購入もできない、クレジットカード登録操作なんかもできないということで、モバイルスイカについては、いろんなもんほぼほぼ機能的に使えなかったということです。それから、駅ネットの、もうホームページ、JR 東日本のホームページと、一体っちゃ一体なんですけど、駅ネットも使えないと。それから、JR 東日本のやってる旅行関係ですね、ビューですね、これのものも使えないし、新規予約できない、乗車変更できない、払い戻しもできないというような感じで、こうしたさまざまな障害が起きていたわけです。ただ、スイカ自体は入金済みであれば使うことができたし、モバイルスイカ以外のスイカのカードについては使えたと、モバイルスイカのアプリが使えなかったっていうことですね。それからスイカを券売機で、入金するのもよくできたということなんですが、これそれぞれですね、その後どういうふうに普及していったかというと、ホームページが復旧したのが6時33分ですから、だいたいこれで6時間経っている。で、ビューカードが全部使えるようになったのが9時20分ですから、9時間。で、モバイルスイカの復旧12時45分、駅ネットの復旧12時50分と、この辺に至ってはもう、半日かかっているということで、全ての復旧に半日を要したということなんで、これはかなり大規模な、障害です。で、幸運というか、何というか、もともとこの工事自体をそういうふうな想定でやったのかもしれないんですけれど、6月24日ちょうど土曜日なので、ですから次の日、土曜日の夜中に発生してますから、夜が明けて土曜日の朝なんで、そういう意味では通勤通学の人が平日じゃなかったので少なかったから、まだダメージが少なかった、ただそれはもしかするとリスク管理の上でそういう工事をするのであれば万一に備えて週末の夜にやるっていう手順を踏んでいたのかもしれません。これはちょっとどこにも書いてないんで私の憶測に過ぎないんですけれども、当然リスクを考えればそういうことも考えると思うんですよね。ミスっていうのは 100% 防ぐことはできないんで、何かミスが起こるっていうことありえますから、そのミスが万一起きた際にダメージを最小限に防ぐということを考えれば、
当然あの週末の夜にやる方が平日の夜にやるよりも、まあ、数段 リスクは低いということになって、まあ、実際そういうことだと思うんですね。土曜日の朝だったので、まあ、モバイルスイカを使う人も平日に比べれば多分少なかったと思うし、そういう意味ではまだダメージは少なかったとは言えるんですけれど、まあ、とはいえこれだけの障害なのでこれかなり大きな障害ではあります。で、まあ、起きた原因は電源工事、この0時37分、まあ、要は夜中に電源工事をやってたわけなんですけども、その時に誤ったブレーカーを切ったということだそうでございます。でブレーカー、まあ、ちょっと順番逆になってるんですけど、その手順書にはバンナンバー6カッコ CV6 のブレーカーを切るにするって書いてなきゃいけないのが、バンナンバー6カッコ CV4 って書いてあって、で要は CV6 をやらなきゃいけないのに CV4 ナンバー4のバンのブレーカーを切っちゃったので、それでこれになっちゃったっていうことで、ブレーカー1個間違えただけでこれだけになっちゃうということなんで怖いですね。でここまでは全部あの JR 東日本の公式のプレスリリースに書いてあることなんですけれど、日テレニュースによると操作手順書を作った人と現地で作業をしていた人が同じだったので誤りに気づかなかったっていうのがあります。この操作というかこの作業を行うにあたって、まあ、操作手順書ですからいわばまあマニュアルですね、マニュアルを作った人がいるわけです。でそのマニュアルを作った人と現場で作業した人が同じだったから気づかなかったということなんですが、ここでまあ疑問なんですけれど、マニュアルを見た人間が、バンナンバー6カッコ CV6 この、まあ、私は実際にこの電気関係の人間でもないのでわからないんですけれど、この文章だけ読むとバンナンバー6っていうのと CV6 っていうのはこれ同じ意味だと思うんです。でそれがこのマニュアルにはバンナンバー6カッコ CV4 って書いてあったということで、でこれでこの CV4 の方切っちゃったということなんですけれど、これを例えば私がもらった時にバンナンバー6カッコ CV4 って書いてあったら、おい4番なんだ6番4番なのか6番なのかどっちなんだって思いますよね、思うと思いますよねって私は思います。多分そうだと思うんです。これは作った人と現地で作業していた人が同じだったっていうことから、またもしかするとバンナンバー6 CV4 って書いてあったけれども、いやこれあれだなって4の間違いだったんだなと思って自信を持って4を切っちゃったのかもしれないし、もしかするとそこで疑問に思ったかもしれないですけれど、時間も時間だし聞く人もいなかったからえいやってやっちゃったのかもしれない。ちょっとごめんなさい、ここはもう完全に私の憶測なんでどういう風になったかわからないですが、ただマニュアルを見てナンバー6カッコ CV6 って書いてあってこれが正当なのに、ナンバー6カッコ CV4 って書いてあったら当然6番なのか4番なのかどっちかわからないっていう風に思うのが自然じゃないかという風に思います。ただまあそこはどういう風になったのかわからないですけれど、まあ、とにかくこういう文章の文面の誤りがあったというようなことでございます。でまあ、こんな、ミスが起きてしまったわけなんですけど、まあ、対策として、まずその電源盤ブレーカーがあるところですね、電源盤要は箱みたいな鉄の扉があってそれガシャって開くと要はブレーカーがあるわけですけども、まあ、そこに、取扱い注意っていうふうに大きく、書いておくというのがまず一つと、それから、手順書に、誤りがあったんでその手順書作成のチェックを強化するというような、ことが対策として、盛り込まれております。なんですけれど、まあ、ここまでが起きたことと、まあ、その対策ということなんですが、まあ、途中でもお話をしましたように、今回のこの事象っていうのは 100% 人的ミスです。こういうシステム障害の場合は、ハードウェアの障害であるとかソフトウェアの障害であるとかもあるんですけれど、まあ、ハードとかソフトだとこれはまあこれでまたいろいろ時間かかるんですね。私は別にそういうシステム管理者でも何でもないんですけれど、あのコードを書いたことはあります。あのウェブ特にあのウェブ系の HTML とか PHP とか、まあ、あの SQL とかっていうのがあるんですけれど、まあ、そういうコードは、書いたことがあってちょっとだけかじったことがあるんですけれど、あれねウェブサイトとかもそうですけど何かこう
行動1個でも間違えると、ちゃんと表示されなくなっちゃうんですね。下手すりゃ何も表示されなくなっちゃう、あの404とかなんかサーバーエラー404とか出ちゃったりするんで、もうこうなっちゃうと本当に何も表示されない、デザインが崩れるとか、それだったらまだマシな方で、完全にアクセスできないとなると、もう早急に処理しなきゃいけないんですが、こういうのってね、調べていくと、もう一個ずつこう調べていかなきゃいけないから、原因をここかと思う、直した直らない、じゃあこれか、直した直らないってい こういろんなことをやっていかなきゃいけないんで、場合によっては死ぬほど時間がかかるんですよね。もうググりまくってググりまくってみたいなことをするんですけれど、ですからこういうソフトとかハードとかのエラー、ハードだと実際機械の中の何かがおかしいっていうことはね、それも多分このパーツかこのパーツかこのパーツかみたいなことだと思うんですよ。ちょっと違うんですけど、修理工の人と自動車の修理工の人と話をしてると、分からない事象が出てくると、とにかくいろんなことを試してみる、これかこれかこれかって、ここをつないでみる、このプラグを変えてみるとか、いろんなことをやってみた上で出てくるから、なかなかこれ原因突き止めるのが難しかったりする。その辺はもちろん経験を積んでいけば、ある程度これじゃないかという目星をつけるまでの時間というのが短縮されるんですが、ソフトとか、ハードとかっていうのは結構それはそれで大変なんですけれど、人的ミスっていうのはですね、比較的なんで起こったのかっていうことを、その原因を追求するのは比較的簡単です、比較的簡単なんですけれど、人間は誰しもミスをするので、ミスをするのは、しょうがないっちゃしょうがない。ただそのミスをなるべく起きないように、 0% にはできないけれども、限りなくゼロに近づけていくっていう作業を、しなきゃいけないっていうことなんですけれど、今回の場合は手順書作成ミスと、チェックの甘さっていうのが一番の問題で、手順書、マニュアルと置き換えてもいいんですけども、マニュアルっていうものは本来、作業員が手順を正しく共有するもの、ある程度その業務を分かってる人間がやるっていうことなんですけども、マニュアルっていうのは基本的に誰がやっても同じようにできるように作るためのものなんで、それって基本的に完全に正しくないといけませんから、それを作る時っていうのは何重にも普通はチェックをすると思います。今回はそのチェック体制が甘かったのが一番の問題なのではないかというふうに考えます。結局このナンバー6 CV6 ナンバー6 CV4 というこの文面が間違えてたっていうことが一番大きな原因だと思うんですけれども、これを作った人がいて、で、今回作った人となんか現地作業した人が同一だったということですけど、ここは問題ではなくて、要は作った人が誰かに見せるっていうか、当然その上司とかチェックしなきゃいけないと思うんですけれど、そこのチェックがちょっとどういう風になってるのかわからないですけど、チェックをしてチェックをしたのにそこもくぐり抜けてしまったのかもしれないんですけれど、チェックがやっぱ甘かった、ですから今回は対策として手順書作成のチェック強化ということが挙げられてるんですけども、ここのチェックが、ちゃんとしていて、でこのチェックのところで気づいてれば今回のことは起きなかったっていうことなんです。それももちろん、後になって言うことなんで、後出しじゃんけんって言われりゃそれまでなんですけれど、結局のところこのチェック一つが抜けてしまったがために、こういう半日もかかってしまったというようなことで、JR 東日本としてはこれはもうかなり由々しき事態というふうに捉えているのではないかというふうに思います。ですから本当にこのチェック体制の強化っていうのはやっていかなきゃいけないし、JR 東日本というのは、私もこのひま坊主チャンネルの動画で散々お話をしてますけれど、もうだんだん鉄道会社じゃないところに行ってるんですね。今鉄道をやりつつも、もうその業務はもうありとあらゆる、もう多岐に及んでいて、それが情報であったり、スイカをやってるっていうのは決済のシステムではありますけれども、そこから得られる膨大な情報っていうのがお金になるって話は私何度もしている通りでございます。でそのスイカであるとか、あとは銀行業務を始めるって話も私このチャンネルでお話をいたしました。楽天銀行のインフラを使って JR 東日本が銀行業務を始めるということで、すでに金融に関して言えばビューカード、スイカも金融といえば金融なんですけれども、そういったことをどんどんやっていると。
いうようなことで、まあ、情報金融で業務を拡大していくのですから、そういうことをやる JR 東日本とすればこんなことはやっぱりあっちゃいけないことなんで、これについては、まあ、もちろんこれは JR 東日本の中でも、 もう今いろいろやってることだと思うんですけれども、こういうことが起きちゃいけないだろうなということで、チェック強化っていうのは欠かせませんね。さらにスイカのセンターサーバー方式みたいなことを始めるわけですから、同じようなことがスイカセンターサーバー方式であった日にはもうえらいことになってしまいます。これはもう首都圏の駅が全部パンクしてしまうというえらいことになってしまうので、まあ、もちろんスイカのセンターサーバー方式についてはそんなリスクについては JR 東日本で大きな会社ですから重々承知の上で、その、リスクを避けるためにいろんなことがもうすでにセーフティーネットが設けられているはずなので、一つや二つのミスが起きても、全然カバーできるだけの体制は整っているとは思うんですが、こうしたことがあるとやはりちょっと心配にはなってきますので、 JR 東日本は今後、まあ、こういったことにして、まあ、どういう対策を取っていくのか、まあ、対策は取るって言ってるんでいいんですけれども、まあ、ミス、人的ミスっていうのは、ね、本当に、ね、怖いんですよ。ほんのちょっとした、ちょっとほんの、まあ、私もこれまでね、もう会社にいる時なんてもうミスしまくってるんで偉そうなこと言えないし、動画もよく間違えてるし、この間もひま坊主チャンネルの動画しりきれとんぼで出しちゃったって、あれもちゃんとチェックのミスですよね。そういうことがあったんで、まあ、私も気をつけなきゃいけないなと思った次第でございます。はい、ということで、今日は JR 東日本大規模システム障害のお話でした。ご視聴どうもありがとうございました。